誰かがやるはずだった、その誰かに俺はなる。己の敵は己にあり。笑顔は平和の象徴。私のファンを作る。年収1000万。一回きりの人生、誰よりも楽しみます。絶対に最後まで諦めずに挑戦します。どんなこともまずは気持ちから。気持ちだけは。教職支援センターはもう本当に本格的に使い出したのは、もう教員採用試験のために使い出したのは本当に4月、自分は4月から。面接練習はやっぱり教育学部の先生のやり方と教職支援の先生のやり方ってやっぱちょっと違ったりするから、面接練習はもう1日に2個とか、全然前もう毎週毎日ほとんど面接練習してて。教職支援センターと教育学部の方で何か違いってどのくらい、どんな感じであった？教職支援の面接練習の方が全然うまく自分はできなくて、でもだからこそ自分はこうギャップが、まあいい練習に緊張感を持っていい練習できたかなって自分は思うんやけど、これめっちゃ言われたとか、これ一番失敗したとか、表情がもう怖いとか、自分出せよって言うと、いや自分分からんしなってなって、で友達に聞いて、あそこはそうやなとか自己分析みたいな、自己分析して。面接練習始めたのも4月、4回の4月からだけど、きっかけが全部その教職支援センターとかのイベント。これから多分2年生とかならキャリアフェスタ、うん、あるし、あるから、その時の先輩の話とか、実際教職支援で働いてる方々って一回学校現場経験されてる先生が多いから、ちょっと話聞きに行くだけでも一回来てみたら何か変わるかもしれないっていうのを。教育界を変えます。たくさんの人を笑顔にできる教員になります。キャリアの先生にちょっとでもそういう相談をしたら押して、背中押してくれるから、気楽になるよな、ほんまに。一瞬のものを目指してる子も警察かもしれへんし教員かもしれへんけど、でも目指してるもんは公務員で一緒やから、やっぱそういうところ、みんな頼れるところはほんまにでかいから、支援室はほんまに行ってよかったなってめっちゃ。みんなで一丸となってするっていうのはめっちゃよかったな、うん、一人やったらできへんし、絶対絶対できへん。それの中でみんながおるから、やらなあかんと気もつくし、分からんとかあったらみんな聞けるし、うん、仕事の体験とかもできるし、話もめっちゃ聞けるから、うん、あれは行った方がいいと思って、うん、でなんか実際にそうやって行ってみな分からへんこともいっぱいあるから、うんうん、極力参加して意識高めるためにも行った方がいいかなと、うん、雰囲気はやっぱり話しやすい先生ですと、俺らのことを思って全部言ってくれる言葉やから、めっちゃ真に受けるし、うん、冷たくないし、まず絶対見捨てはせんへんしな、うん、親身に対応してくれて、うん、これやらなあとは、あとは自分のあれやでみたいな感じやけど、でも自分らがやらなあかんことやから、まあそうやなとはなる。何事にも諦めずに一番目指して頑張るぞ。初心を忘れずに一番の女性消防士になるぞ。自分の力で勝負したいっていうのがあったので、そういう営業力っていうところを、重視している業界に絞っていきました。知らない部分ばっかりだったので、やっぱりその中でいろんな経験がある方に相談していって、自分の考えをより狭めていく、集中していくではないですけど、そんな感じで考えていこうと思って相談させていただきました。具体的なアドバイスとしては、面接練習の時にいただいた、ただ目上の人と話すだけやからっていうのは一番印象には残っています。振り返ってみれば、積極的に講座であったり、キャリア支援でやってくれてるプログラムに参加したことは、やっぱり就職する上では役に立ちましたし、自分の土台になったんで、就活交流会に参加するまではみんなこういうことしてる、じゃあ俺もこういうことしなっていうので大学の中で比べてたんですけど、やっぱり他大学生と会話することによって、あ自分は他の大学に比べたらこういうところが足りひんなっていうのを実感するいいきっかけになったと思います。その合同説明会も僕3個ぐらい行かせてもらったんですけど、やっぱり質問する時間ってほんまに30秒であったり15秒であったり、めちゃくちゃ短い時間なんですけど、学内セミナーに来ていただいたら、やっぱり5分でも10分でも質問したら答えてくれるので、
そういうところはやっぱり学内セミナーに積極的に参加して研究でもいいですし質問でもいいですし、そういうところを積極的にしていったら絶対身にはなると思います。